で、打ち終わります。よいしょ、打った。耳の上もちょっと浮かす感じで打ちましょう。耳があるから、はい、あのね、ふわっと浮かしてあげたいんですよね。で、さっきさ、こうサイドがシャッてだったんだよね。こうストーンってシャッシャッシャッて。だからそれをここのところのこうまろやかさを出すためにやっぱりこう浮かせてこういうふうにこういうふうにしたいんですよ。だから気持ちと同じあのフォームを動かすっていう、みんなここが揃ってるかっていうことだけが気になるので、けどこうフォーミングでほらこれだけもう動くやるからね。ここは今効いてないそうじゃこれだけやるね。常に後ろ。